日本14、0、モンゴルカタールワールドカップ、ジア2次予選。今シーズンの欧州サッカーはダゾーンで、すでもどこでも簡単視聴。1ヶ月無料お試しみ、中、森安はじめ監督率いる日本代表は30日、カタール、ルドカップアジア2次予選で、モンゴル大と対戦し、14、0という歴史的対象を収めた。この合わせでは、各選手が輝きを放ったが、 特にメリツ、他結果を残したのは、不動のセンターフォア、同大阪祐也だ。前半に華麗なターンから1点目、上げると、後半に入り2点を追加。アシストも気、するなど、3得点1アシストという素晴らしい性を残して、スタジアムを後にしている。4、2、3、1、ユーベースシステムの中で、日本の強みは南、匠。 か田第大地、伊藤ジュニアらを揃える二列目となっている。そんな彼らの能力を引き出す上で、主にも明らかにもなれる大葉様の存在は欠かせなそれは、25日の韓国代表戦、そして今回の文語、代表戦で改めて明確となった。大迫が活躍す、とよく、目にするのは、大迫依存というワード、して、背番号15に頼りすぎているという声をよ、聞く。では、 そんな依存問題を解決しうるネクと大迫の資質を持つ選手は誰なのか。森安ジパンでよく声をかけられる FW は鈴木武蔵だ。だ、同選手はポストプレーというよりもより即奥死してゴールに向かうプレーを好むのタイプが違う。浅野拓馬は裏へ抜け出すスピードが持ち味だが引いた相手に対しワントとして実力を出せるかは微妙なところ。 ベル、で活躍する、鈴木優美学も周りを生かすとい、より自分でやりきってこそ、怖さを出せるあり、だ。南野や、鎌田も二列目の方が厄介な選手とな、東京五輪世代に目を向けると、上田清、前田、さ、田川徹介林大地、小川渡元などが揃う。しか、全員効果的に二列目を生かせるタイプかと、こと、ばそうではない。 大迫と同じような役割を担うば完全に消えてしまうだろう。FW というポジションでプレーする選手は数多くいるが、4、2、3、1というシステムを基本とする森保ジャパンにいて、最前線の大迫ができることは大はさまにしできない。それほど背番号15の質は高い。 結論、ネストと大葉様の資質を持つ選手はいないので、よ、言及される、大阪依存は、ある意味必然といえ、日本代表は、フランス代表と似ている。現ードカップ王者も、基本システムは4、2、3、1で、2列の、キリアン・ムバッペやア,アントワーヌ・グ、ズマンラを生かすため最前線にはオリビ、ジルーが君臨する。レ・ブルーはタレント、豊富だが、 ワントップのジルーという存在は、なり大きくほぼ不動。それは、大葉様とも共通す。が、彼にしかできない仕事があるからだ。ただ、ランス代表は、アントニー・マルシャルとムッペを、ツートップにしたり、キングスレー、マンを最前線の一角に入れたりと複数の、お、ションを試している。人材がいるからこそで、ることだが、そこは、 日本代表との大きな違い。大阪依存は仕方ない部分があるが、違ったかいをもたらすことができる FW の対等はやはり急と言えるのかもしれない。<music>